はい、今回はちょっとね、以前紹介した動画、紹介っていうかね、あの YouTube のね、パートナープログラム、これがね、ちょっと変更になって、まあ、1000人っていうルールとかね、3000時間ルール、あ、4000時間か、再生時間4000時間ルールっていうのが追加されて、で、まあね、それの影響でね、収益化できない人とか増えてしまったりとか、で、自分に至ってはね、ここにも記載してるんですけど、まあ、収益化の壁のね、1% に入っちゃってね、悲しき YouTube チャンネルですよってことでご紹介させていただきました。で、この動画アップした後に、まあまあ今ね、表示してあるんですけど、出てると思うんですけど、1335回再生されています。ありがとうございます。で、結構ね、コメント等もいただきました。で、Twitter からメッセージとかもね、いただいたりしたんですけれど、まあ普通にね、動画として見やすかったようだったりとか、で、自分もね、チャンネル登録ね、1000目指してるんですよって方だったりとか、まあ、これを見てね、動画見て、チャンネル登録まだしていないので、まあ、チャンネル登録しますね、みたいな方、ありがたいことにあって、で、今ね、おかげさまでチャンネル登録者数が990人を超えてきました。なので、もう、あとはね、カウントダウンに入ってる感じです。あと、数名ね、入っていただければ、1000人行く状態まで来ました。で、今のね、日付っていうのが2月11日、1日なので、まあまあ多分、まあ、ここ最近のペースでいけばね、まあ1日3人から4人ぐらいの方は登録いただいてるので、まあ行くんじゃないかなと思うんですけれどっていう状況になってる自分なんですけれど、ただここ最近ね、ちょっと気になるメッセージ等々が多くなってきたので、ここでね、ちょっとね、注意点を紹介しようかなと思うんですよね。 YouTube パートナーズプログラムの注意点、これはちょっとね、自分も最近知ったことなんですけれど、結構大事なことで、知らない方多くて、それに違反した行動を取ってる方がものすごい多くて、うん、ちょっとね、これ知らないで、せっかく頑張ったのにね、この YouTube パートナープログラム解除されてしまったりとか、自分のアカウント消えてしまったりとかね、なったら悲しいかなと思うので紹介しようと思います。これね、かなり大事なことです。で、どんな内容かって話なんですけれど、まあ、正直普通に、ただただね、動画をアップしたいよって方であれば、まあ、その方法使っても大丈夫だと思うんですけれど、あくまで一段階上、YouTube のパートナーズプログラム、要は収益化ですね。収益化したい人であれば、基本的にやらない方がいい、絶対やらない方がいいってことなんだけど、何かっていうと、相互登録です。はい。これがね、めちゃくちゃ来るんだよね、今メール。うん。で、自分はこのチャンネル、ルルカチャンネルに関しては相互登録を一切していません。で、これはね、もうずっと言っていて、相互チャンネル登録来ても一切しませんとしています。なので、この動画見てね、まあ、一応相互登録に関するみたいなの書くんで、相互登録したいよって方いるかもしれないんですけれど、相互登録は一切していません。ただ自分のね、チャンネルにおいては宣伝は別に問題ないです、基本的に。うん、あまりにもね、ひどい内容だとあれなんですけれど、普通に自分が動画撮っているので、まあ似てる感じだったりとかね、自分も頑張ってるんでね、見てくださいねとか、そういうのに関してはね、全然怒るつもりもないし、頑張ってくださいってことで。で、自分も見てね、面白かったら登録するかもしれないし、わかんないけどね。うん、ただ、相互登録しましょうと言われても、相互登録しません。で、まあこれに関してはただただね、自分がしたくないからしていないだけだったんだけど、この YouTube パートナープログラム、の更新があって、まあいろいろね、規約も厳しくなってくるのかなってことで、いろいろ調べていったら、どうやらね、この相互登録っていうのが YouTube の規約に違反してるっぽいんですよね。うん。で、なので安易に相互チャンネル登録しましょうよっていうメッセージを送っていたり、あとは動画でね、相互チャンネル登録、今回1000人いかないとね、収益化できないんで、お互いね、登録し合いましょうみたいな感じの動画撮ってる人だったりとか、メッセージしてる人多くいると思います。なんだけど、後々ね、それでやっと1000人行った後、で、1000人行った後でも、ま、随時ね、調査の方入ります。YouTube がね、上がったからって、その1000人行ったからって、もうそっから先ないとかじゃなくて、YouTube さんね、かなりそういうところはしっかりしていると思うので、定期的に確認行ったりとか、今までにね、不正なかったのかなって調べたりします。で、そういう際に見つかってしまった時に、後から後悔してもね、しょうがないのかなっていう状態になって、まあ、もちろんね、チャンネル登録がいかなければ結局収益化できないんだから、
そういうリスクをね、背負ってでも、チャンネル登録してもらってね、総合登録で、1000人目指すって方いるのも別にいいと思います。うん。だけど、基本的にはね、その収益化、1000人を超えての収益化を目指すのであれば、チャンネル登録をこう総合登録でね、狙っていくっていうのはやめた方がいいんじゃないかなと思います。で、それに関しての内容なんで、ここにあります。はい。YouTube のヘルプにあって、ポリシー、セキュリティ、問題の報告、ポリシーセンターところにあって、チャンネル登録者数っていう部分なんですけど、これを見ていただければね、わかる通り、YouTube チャンネルに登録しているユーザー数は、そのチャンネルを熱心に視聴している人の数を反映する指標です。次の各ページに表示されるチャンネル登録者数はリアルタイムで更新されていますという感じで、ね、表示されています。そうですね。やっぱチャンネル登録してくれるって方は、まあ、登録する必要はないかったりとかはするんだけど、まあ、このチャンネル登録、チャンネルが面白いからね、アップされたらすぐ見たいなだったりとか、まあ、応援してる方がいて、まあ、チャンネル登録してね、今後も見ようかなみたいな感じで登録してくれてる方、もうかなり熱心の方、ありがたいですね。ルルカも900人超えてるんで、めちゃくちゃありがたいっす。で、それに関してなんだけど、ここでスパム行為のあるチャンネル登録者数、登録者を削除する。YouTube では、チャンネル登録しているアカウントが正当なものなのかどうかを定期的に確認しています。ここですね。定期的に確認しているみたいですね。まあこれが本当かどうかわかんないですよ。だったりとか、あくまで全部は見れないんでピックアップだと思います。うん。さすがにね。さすがに一個一個全部見てるとは思えないんですけど、あくまでピックアップで見てるとは思うんだけど、まあ多分、重要ワードとかを多分入れてあると思います。で、重要ワード、多分総合リンクしません?ん?総合登録しませんかだったりとか、総合チャンネル登録しませんかっていうメッセージを送っただったり、コメントに残したっていうのが随時上がってくるようにね、なんか多分設定してるんじゃないかなと思います。YouTube そういうの得意なんでね、うん、自動でやると思うんで、で、その中からピックアップさらにしたやつを、まあ、実際にね、人の目を使ってとかで、こう処理してるんじゃないのかなと思うんだけど、そういう感じで、不当なものに関してはね、こう定期的に確認していて、チャンネル登録者数の増加によって自分動画視聴、正しくね、表示されるようにやってるんで、まあ、特定されるとね、アカウントやスパムと特定された場合は、読者はね、チャンネル登録者数からカウントされなくなったりとかね、するよと。まあ、いろいろね、あるみたいですね、そういうのが。で、ここだね、一番の問題。人為的な方法によるチャンネル登録者数の増加。YouTube では、チャンネルの成長は人為的な方法や総合チャンネル登録によるものではなく、質の高いコンテンツを制作して、視聴者にチャンネル登録してもらうことで実現させるべきであると考えていますと。まあ、当然っちゃ当然ですよね。うん。あくまでね、一緒に登録しませんか、自分もするんでっていうのは、まあ、あくまでね、まあ、知ってもらうっていうね、一つの方法ではね、確かにあって、ゼロではないと思う。何も知らないっていうところから、知ることができるっていうのは大きな一歩だと思うんで、それは大事なことだとは思うんですけれど、まあ、あくまでね、別に興味があるから登録しているわけではないっていうのは間違いない事実だと思います。で、なおかつそこからもしで興味持ってもらって、信仰が深まったりとかね、仲良くなったとしても、それはあくまでね、YouTube 側からしたら、あ、相互登録なんだね、みたいな。うん。きっかけがね、もう相互登録っていう時点で、後からね、その人がファンになったとしても、それが見てもらえないっていう。うん、そういうね、ところはあるのかなっていう。自分的にはね、やっぱ自分も含めて、全然チャンネル登録者数がない方、自分もね、そうなんだけど、にとってこう、知ってもらうっていうのはすごい難しいことだから、そういう風にね、自分からアピールするっていうのは大事なことだと思うんだけど、まあね、YouTube 側のね、言ってることもわかりますよね。で、別のクリエイターのチャンネルに登録することの見返りとして、自分のチャンネルへの登録を提案すること、4SUB? 読み方間違ってるかも。なんかね、これ海外版の読み方だと思うんだけどね。なんか総合リンクの名称みたいな読み方とも呼ばれてて、許可されていませんと。総合チャンネル登録を提案したクリエイターは、チャンネル登録者数が減らされたり、利用規約違反で計画を受けたり、チャンネルが停止されること恐れがありますと。
かなり厳しいですよね。まあ多分1回2回やったりとかね、しても来ないし、まあ基本的にはね、多分総合チャンネルやって、めちゃくちゃやってる人多かったりするんでね、まあ、止まったりは基本しないと思います。ただ、先ほど言った通り、普通にやってればされないと思います。多分ね。ただ、パートナーズプログラムです、問題は。審査が入ります。言ってもね。審査が入った時に、そのワードとかね、もしかして入ってきて、あ、相互登録とかね、相互チャンネル登録っていうのが、ワードが入ってるね、この人よく使ってるね、みたいな。で、発見された時に、あ、じゃあこれちょっと規約違反だからね、通せないわ、みたいな。そこですよね。普通に自分の動画を見ていただきたい、見てもらいたいとか、登録者数増やしたいだけっていう理由でね、やっていくならいいけど、基本的に増やしたい方っていうのは最終的にね、収益化したいって方が多いと思います。その際に審査が入った時に、その点が続かれてね、収益化できなかった時、もうなんか目も当てられないかなっていう、っていうのなんで、まあ、自分的にはね、別にやっても、大丈夫だと思うんだけど、その収益化の面を考えると、今回ね、すごいルルカのところに総合登録しようよっていう風に来るんですけれど、多分これ知らない方多いと思うんですよ。自分も実際知らなかったんで。で、つい最近なんですよ、これ知ったの。なので、知らずにやってる方多いと思うんですけど、一応ね、規約違反なんですよね、これ。なので、まあ、先ほどから言ってる通りね、収益化目指すのであれば、YouTube 側からね、厳しい審査入る可能性もあるんで、その時にね、まあ、警告されてね、収益化できなかったりすること、多々あると思うんで、正直。ちょっと注意が必要じゃないのかなって。ね。で、友達同士でチャンネル登録することや、視聴者にチャンネル登録を呼びかけることは問題ありませんがって書いてあるんで、そうですね、その辺は問題ないんで、例えばね、先ほど言った通り、ルルカの今回の動画もそうなんですけれど、総合登録っていうことは入れないでね、こういうチャンネルやってるんだけど見てくれませんかみたいな。自分のね、チャンネルだったら全然宣伝していただいてもいいんで、そういう感じでやって、まあ、知ってもらう、少しでも知ってもらって、で、登録してもらう。まあ、これが、やっぱまっとうな方法なのかな、みたいな、この自分が登録するからしてくれっていう、感じなのは、まあ、ちょっと YouTube 側からも禁止されてることなのでね、申し訳ないんですけど、ルルカにこういう風にね、最近多いちょっと今回動画にしたんだけど、相互登録しましょうよって言われても、していません。申し訳ないんですけれど、していないので、よろしければね、まあ、今回もね、このぜひ自分のチャンネルは登録していただきたいんですけれど、そういう相互登録の依頼じゃなくて、できたらね、自分の先ほど言ってるように、掲示板、コメントの方にね、まあ、自分こういうのやってるんだよ、みたいな。よかったら見てね、みたいなね。そういうコメントで残していただけると嬉しいです。ちょっとね、自分もコメント返すのも返しにくいんでね、この、登録したよ、いいねしたよ、自分のも登録してね、みたいな。もうこの多分発言時点で相互登録になっちゃうんでね。自分はちゃんと登録もいいねもしたから、自分のにも来てね、みたいな。それも立派な多分ね、相互登録の依頼みたいなもんだと思うんで、まあ、今回のね、この件、まあ、知らない方多いと思うんで、ぜひね、拡散等もしていただけると嬉しいですね。未だにやっぱツイッターからも来たりとか、その YouTube のメッセージから来たりとか、コメントからとかもかなり来るんで、こう、相互登録しませんかって。で、知らない方が多いと思うんで、そうしていると思うんで、多分知ったらね、さすがにやらないと思うんで。別にね、それ来てること自体に、すごい苛立ちがあったりとかね、ムカつくとか、そういうのがあるわけじゃないです、全然。ないんですけれど、そういう感じでちょっとね、規約違反になっちゃうよってことを知ってしまったので、まあ、知る前からね、自分のチャンネルに関しては、相互登録は一切してなかったんですけれど、まあ、完全に知ってしまったんでね、やっぱ知らない人多いんだろうな、みたいな。知ってて送ってる人もいるのかもしれないんだけど、多分知らないんだろうなってことが多いと思うんで、よろしければね、この、相互登録、禁止されてるんだよっていう内容等々もね、拡散いただけたら嬉しいです。はい、今回はね、この辺でちょっとぐちぐちしたね、会話になってしまったんですけど、雑談を終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。コメント等もぜひぜひください。動画内でも話した通り、コメントにね、まあ、度が過ぎる宣伝はあれなんですけど、まあ、ちょっとした宣伝等であればね、問題ないので、よろしければコメント等もください。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。